1690年の肖像画初代、ニューカッスルイコールアポニイコールタイン公爵ジョン・ホリスは、イギリスの貴族。1666年から1689年まで、ホートン教の儀礼称号を使用した。第3代、クレア伯爵ギルバート・ホリスとクレースピア・ポントの、長男として、1662年1月9日に、エド・ウィンス島で生まれ、16日に洗礼を受けた。 姉エリザベスが1676年に、初代バーナード男爵、クリストファー・ベインと結婚すると、ジョン・ホリスは一時二人を嫌ったという。1689年イングランド総選挙において、1689年1月14日に、ノッティンガムシャー選挙区で当選したが、父が1689年1月16日に死去したため、クレア・伯爵の爵位を継承することとなり、 庶民院に登院することはなかった。同1689年より、進出自重ミドルセックス当館、ミドルセックス首席治安判事を務めた。その後、1691年に、妻の父である、第2代入閣するイコールアポニイコールタイン公爵、ヘンリー・キャベンディッシュが死去するとその遺産を継承したが、公爵への除爵を拒否されたためほとんどの役職から、辞任した。 1694年に、第3代、ホリス男爵伝ジルホリスの遺産を継承すると、年収入が4万ポンドに上り、1694年5月14日、クレア公爵及び、入滑する公爵に移されることとなった。政治での野心はないものの、影響力は大きく、1705年時点の、庶民院では10議席を掌握していた。また、 初尺以降は官職への就任を再開。1694年8月16日から1711年7月15日まで、ノッティンガムシャー当館とノッティンガムシャー、首席治安判事を、1699年から1711年まで、イーストライディング・オブ・ヨークシャー首席治安判事と、キングストンイコールアポンイコール春ル総督を、 1705年から1711年までノースライディング・オブ・ヨークシャー・トーと王子賞書を1711年に北トレント巡回裁判官を務め1698年5月30日にガーター勲章を授与され1705年3月29日にイングランド数密院の数密顧問官に任命された 1706年にスコットランドとの合同交渉が行われた時、イングランド代表の一人を務めた。1710年、ケンブリッジシャーのウィンポール・パークとメリルボーン館を購入した。メリルボーンの領地は、娘向子の第二代オックスフォード・モーティマー伯爵、エドワード・ハーレイに渡り、ハーレイはメリルボーンでホリース・ストリートという通りを命名して入ッする公爵を記念した。 1711年、ウェルベックでの狩猟中に落馬事故を起こし、その時の怪我が元で死去した。遺言状で、キャベンディッシュの領地を娘婿に渡し、残りは、甥いのトマスペラムが継承した。1690年3月1日、マーガレット・キャベンディッシュと結婚、一条を設けた。ありがとうございます。